では14時30分を回りました未来サポート夏春堂プレゼンツ大人チャレンジ人生は夢だらけ略して音夢この番組はやりたいことにひたむきに頑張っているかっこいい大人の人を紹介するインタビュー番組ですお相手はラジオパーソナリティの直さんです、えー、この番組はギノワンヒルズ fm ギノワン 海の見える素敵なスタジオからではなく、サザンオールスターズの生まれた町、神奈川県茅ヶ崎市から、海つながりでお届けをしております。15時までの放送です。よろしくお付き合いください。えー、さて、えー、私はですね、この方にね、あの、私の自己紹介させていただきますと、えー、私はこの番組では、やりたいことに全力投球をしている素敵な大人の方を紹介するラジオインタビュアです。 そしてもう1つの私のお仕事はですねお金のかかりつけ医なんですね。まあ、何かっていうとお金周りのご相談とかねそういうことに載っておりますが、えー、と主なことはですね、えー、お金の基礎知識のセミナーこちらの開催をしたりそれから家計費の見直しのアドバイスをしたりお金全般のお悩みこんなコンサルタントもやっております。えーね 何か夢を達成させたいっていう時に必ずお金のことってついて回るので、あの、切り離せないっていうふうに私は考えているんですね。ですので、夢とお金と両面から皆さんの未来を実りあるものにするというね、そういうお手伝いをさせていただいています。 あの私自身もまだまだやりたいことだらけで、私のこれ、夢マップなんですけれどもね、まだまだやりたいことがたくさんあるんですけれども、まずはあの皆さんの応援をしたいというね、まあ、そういった側に回っております。えぜひ皆さんもですねあの、やりたいこと、たくさん語っていただければなと思っています。さあ、この番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは7、7 9 7アットマーク f m g n o 1 c o m 797-fmgno1.com。 FM 技能ンのホームページ、そして YouTube でもネット配信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。さあ、それでは早速なんですが、ゲストトーク参りましょう。未来サポート、夏ある動画プレゼンツ、大人チャレンジ、人生は夢だらけ。ここからは大人チャレンジをしている方を紹介するゲストコーナーです。本日のゲストは、和菓子と石垣島事業をされている 早川雅人さんです早川さんこんにちははいこんにちはよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、すごい発表を着ているけど色が真っ黒で,そ,でそして帽子もかぶっているというね、はい、一体どんな方なのっていうふうなところかなと思うんですけれども <laughs>、はい、まずは簡単に自己紹介をお願いしていいですか、はい、そうですね私もですねあの海がとても大好きで<っ>あの茅ヶ崎からちょっと離れたあの 隣町の藤沢市っていうとこなんですけどもいわゆるあの皆さんご存知なのだと江ノ島とかあるようなあの、うん、海のところに住んでまして、はいはい、で発表来てるっていうのがあの後ほどご紹介するんですけども神奈川県は小田原市の老舗の和菓子屋さんですね、うんはい、今創業120年になるような和菓子屋なんですけども<ー>そっちらの方の PR 販売の方もさしてもらってます。 はいはい。はい、はいまあ。いろんなね、事業をされてるんですけれども、もう一個ね、また石垣島の事業ということもありますけれども、はい、ね、そもそも早川さん、大生まれも藤沢ですかそうなんです、僕はあの横浜市なんですよ。あ神奈川横浜市なんですね。浜市ねはい。で、神奈川から、えー、と拠点というか、はい、住みか、移ってはないんですけども。うん 石垣島という島がですね、非常に大好きで、うん、大好きで、はい、<laughs> 何度も何度も通ってるうちにちょっと移住しようかどうかとか考えながら、はいろいろなご縁いただいて、うんうん、今、島の方でちょっと事業もやらせてもらってるっていう形を取ってますね。なるほど。ちょっとじ石垣島の事業のことはもうちょっと先にお話を聞くとして、ねはいて、はい、まずはその和菓子の方ですね。はいはい、こちら えっと、小田原でしたよね。そうですね。小田原市の、はい、あのー。うん、今はちょっと、あのー、単線なんですけども、御殿場線っていうのがありまして。はい。はい、そちらの方にですね、下曽我駅っていうのがあるんですよ。うん,うん、うん。はい。で、駅、本当、降りて、目の前にですね、うちの、あ、店が。あります。え、曽我の、昭栄堂。昭栄堂。はい。昭栄堂,堂,、はい、堂っていうか、ね。昭栄、はい、堂。正しく、栄える。 どうっていう形でやらせてもらっても。こちらとの関わり、藤、ま、沢、あね、からもちょっとは距離ありますよね、そんなに隣っていうわけではないかなと思いますす、ね。車だと 1>,、はい、まあ1時間かかんないぐらいなんですけども、電車だと乗り換えとかあるんで、うん、まあどん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 。あのー 何もなないいような方に進んで,いくんで <laughs> はま、い、<う>あでもとはいえ老舗ということでね,そうですねもう2 0年の歴史がある松陰寺さんとどんなおつながりなんですかこれはですね僕のね妻がですねあのーはい、妻の実家なんですよ。あらはい、うん、で僕がですねやっぱりあのー、一緒になった以上はちょっと、はい、とても美味しい和菓子をたくさん揃えてるお店なので。うん、うん ぜひちょっと P.R. させてくれということで、はい、はい、はい、120年の歴史があるものをあの、うん、続けていかなきゃいけないなっていうまあ使命感というかですね、うん、あの責任感を勝手に背負いまして、僕の方で、はい、あっちこっちで P.R. して販売しているような、うん、今形を取ってます。そうなんですね。主にはどんなところで？そうですね。あの、うん、いろいろなあの町のマーケットとか、はい、今でいうマルシェとか。 うんうん、そういったことの,あの提携させていただいたりあと店舗さんの方でちょっと置いてくださいよとかあと期間限定で立ってくれませんかっていう話とかあればもう今飛んでいってるような状態ではあります。はい、それとですねやっぱりその120年っていう和菓子屋って言っててもですねまあ、うん、お菓子に関わる作り方製造方法っていうのがやっぱ知識としてはたくさんあるので。はい 中であの各地方の業者さんとかとの OEM ですね、材、うん、提供とか、はい、商品の提供とか、うんうん、そういった形も今、商売としてはビジネスとしては取らせてもらってます。<ー>はい、そういう企画みたいのも全部早川さんがされてるんですかそうですね、お客様と相談しながらできる範囲で、あと可能性がある部分はどんどんやっていきましょうということで、うんまあ、僕が連絡取り合って。うん 場合によっては、現地まで足を運んだりして、それでいろいろ相談しながら、はいはい、それでまあ販売とかって流れを取ってますね、はい。なるほど。ね、あの、もともとは早川さんは、その別の事業の、まあ、社長さんでもいらっしゃるっていう、ね。そうですね。はい。うん、うで、ね、でまあ、お時間もまあそこそこ取れるし、そうですね、うん。できるよっていうところで、はい、自分の今までの経験とかを。 そうですね使えるものはどんどん皆様に提供できればなっていうところで全国あちこちね、行ければいいんですけどね、体一つなんで、そうですよね、はそうですよね、私はね、出世クラブの方で早川さんとね、お会いして、そちらのであで和菓子のことを知りましたけれども、本当においしくってね。はいいありがとうござます ねえやっぱりこう、長年のね、うん、あの秘伝っていうのがきっとあると思うんですけれども。そうですね、だから僕、うん、まあ,あの、僕が作るわけではなかったので、はい、食べた感想がやっぱ、皆様と同じっていうか、お客さん目線で言うと、これ美味しいから、ちょっともうちょっと広げてあげたいなっていう、うん、素直な気持ちで動いてますね、うん、お菓子みたいな。 本当になんかね、あの、主席に行くとね、あ、今日も来てるって、なんか買って帰ろうみたいな感じで。楽しくね、ワクワクしてもらえるなと。すごくいいなって思います。はい。今後もよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてね、もう一個の、その、石垣島の授業。まあ、この番組ね、沖縄の方がたくさん聞いてらっしゃるので、 ちょっとと身近ななころかなって思うんですけど石垣島が好きだからっていうところから始まったっていうことなんですけど、はい、何をしているのかなっていうところもやっぱり皆さん、ね、ああ気になったと思うんですがお時間の許す限りであれば僕があの、はい、沖縄っていうものを知ったっていうのが一番最初沖縄本島だったんですよ。沖縄本島ものすごいあのいろいろなとこもあるし海も。うん ね、自然も魅力的だなと思ってる中で、まあ、たまたまなんですけども、うん、こちらの県内の方で神奈川県の方で石垣島の方とちょっとお知り合いになりまして、はい 2> はい、であの2位にちょっとあの島知ってるのみたいな話になった時に、うん、いや沖縄は好きですよってよく行きますよってとこから、うん、ちょっと石垣島来たらいいさって言われて、はい、あの行ったんですよ。うん はい、何のつてもなく何の情報もなくとにかく行っただけで,、はい、でその人を探してアポイントもなしで行って<う>無事会えてそこからの付き合いでそうなんですねでお名前だけを頼りに行ったんですか,かそうなんですすご、はい、で、現地にもアポなしで行ってたまたまいらっしゃったんで会えたんですけど <laughs> すごいですねで会えていけばよかったなと思ったんですけど <laughs> まあ そんなご縁で今から10年ぐらい前なんで、うん、まあそれからずっとお付き合いで、はいうん、島にはやっぱ定期的に遊びに行かせていただいてましてはいはいでまあひょんなことからというかあのうちの妻がですねやっぱブ、はい、ライダル関係の仕事とか美容関係の仕事の事業をしてましてそうなんですねはい。うんであの 彼女があの島に初めて連れてったんですよ。うん、そ,その時に言われた言葉がやっぱ、あのー、自分も起業してからこういうなんつうんだろうな南の島というか青い海で白い砂浜で綺麗な海があるとこでの仕事もやれたらいいなと思ってたんだよねっていう言葉をきっかけに、うん、ちょっと島の方に相談したりとか、うんうん、島の仲間に相談したりして、うんうん、じゃ こっちでもこういう形で授業できたらいいよねってことでファミリーフォトとかブライダルフォトのプライベートサロンっていうのを立ち上げたんですよ。うん、なるほど。はい、石垣島で。そうですね。まあでも今って東京に、うん、東京でも神奈川にいらっしゃるじゃないですか。はい、どんなふうに授業を進めてらっしゃるんですか、はいはい、そうですね。基本的にはネットでのやり取りとか、あと SNS でのやり取りでお客さんとの直接 ネットからの問い合わせ、あとはそういう、はい、今で言うと、えっと、DM ですかね、はいはい、メールでいただいたりとか、うん、あとはご紹介ですね。あ、ご紹介。うん、口コミでちょっとやってるような状況でけども、あ<ー>まあ、うん、大きい規模でやってないので、まあ、うん、逆に言えばそれがいいのかなっていうところでもあって、うんうん、時間のそういう厳しい制限もないし、例えば。 次、あそこです、ここはあそこですって世話しない感じでもやってないのでまあ友達感覚というかですねフレンドリー、うん、リラックスして、はい、あの島に来た以上はちょっと楽しんで帰っていただきたいなっていう気持ちで、うん、その時は島の人間としてというかなるほどはい、島を勝手に親善大使みたいな形で、はい、<laughs> 公開したり、はいはい、やっぱね、あのー、季節によってね、あのー、見てまあ いい場所とあ,あと見どころがある場所っていうんですかね、うん、海の色だったり自然の動植物だったりやっぱりどうしても雨が多いっていうのも島の特徴なんで、はい、その「ま、でこういう時期だとこういうのがいいですよ」とか半分はもう島の紹介するつもりで、はいはい、いろいろロケーションフォト撮ったりはい、はい、お食事どころ紹介したりとかですね。うん そういった形でやってくれるんで、また次の方も、こんな人いたよとか、こういうちょっと親切にいろいろやってくださる方いたんで、どうですかっていうことを言ってくださるんで、ちょこちょこなんですけども、お客さんが評判いただいてやってるような形には素敵です。すはい。でう写真 あの結婚式はやらない写真だけ結婚式はやらないんですよ。一応あの提携してるとこあるんで式自体のあの話っていうのもいただくんですけども、あのホテルさんとか施設さんとの協議もあるので、基本的にはロケーションフォトっていうなるほどイメージですね。あの僕らがその天気を見たり潮目を見たりしてあの まあその日その島で一番ロケーションのいい場所へチョイスしたりとかして写真撮らせてもらってますね。なるほどね。どのくらいのスパンで石垣島には行かれてるんですかそうですね。あのーまあ、お客さんが単発ですと単発で行くようになるんですけども例えばあの予約サイトからの流入で予約が何件か入ってると。はいうんうん そうですね滞在、お客さんの仕事がある限りは前後含めて滞在するんで、ヶ月ぐらいなんですよねでそれが忙しくなればなるほど、ちょっと向こうにいる期間が多いっていう形なんで、まあ、あっち行ったり、こっち行ったりにはなるんですけども、なかなかね、すぐに結構マイルがたまっちゃうような状況で、あれですね、すごいなんかお仕事楽しそうですね。 そうですねあの、うん、ようやく楽しくなってきたかなっていうのもあれなんですけどやっぱりあのいろいろねあの汗水垂らしてちょっと辛いなって思った時期もありながらもやっぱ自分のやりたいことを、うん、あのなるべく頑張ってやりたいっていう気持ちでやってたら、うん、まあなんとなくちょっとずつね形になっていくもんだなっていうのをかみしめながら、はい、いつも感謝しながら。 仕事やららててもらってますけど早川さんの,じゃあその行動すごいね行動力あるなと思うんですけど、はい、その行動の原動力っていうのはやっぱりその自分の夢とかそれとも周りの感謝とかうんでもやっぱり一番はやっぱ家族じゃないですかねやっぱ家族が楽しい顔してもらえるのが あの、僕は幸せなんでで、僕がニコニコしてるとやっぱり周りの人もニコニコしてくれるし確確かかに、にそうなんですよねでやっぱそういうお友達の家族とかご近所さんとお付き合いとかもニコ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 してるとやっぱニコニコして人たちが集まってくるんで確確かかに、そうするとまたよし頑張ろうかなみたいなもっとねみんな楽しくやれたらいいなっていう気持ちで。 ああいいですね一番の原動力ですねそうですね、うん、だからもう辛い大変っていう言葉はあるんですけども自分にちょっとも、うん、負荷だと思って、うん、要はあのー、ね今トレーニングされてる方もたくさんいると思うんですけどもうん,うん、うん、負荷かけない成長しないんでね、うんはい、はいはい、うん、自分の心も一緒かなと思ってああいいこと言いますねはい <laughs> なるほどなるほどいや本当素敵うん取られて頑張ってます。 はい、ありがとうございますこれからはさらにね、どんなことしてよくなっていきたいっていう、なんか将来の展望みたいなるんですか、うん、そうですね、お店自体は、うん、あのやっぱりものが美味しいものなんで、もっと全国に知っていただきたいっていうのと、うん、あとは企業としての課題はですね、やっぱスイカーなんで、うん、生菓子なんで、はい、あの流通の方法とかですよね。うんはい まあ、そういったことを今、冷凍技術がだいぶ進歩したんで、そういう相談させていただいたりとか、うち、ん、はす、い、べてお菓子が無添加なので、<ー>物入ってない分の、あのーまあ、メリットっていう意味だと、流通に乗せる問題がやっぱり一番大きいので、そこは模索しながら、うんはい、メーカーさん、そういう冷凍メーカーさんとか、流通の,そのシステムですね、はいうん、相談しながら。 なるべく全国に届けれる。作りたての味をどう奥まで届けるかっていうのをちょっと今、いろいろ考えながら。なるほど。で、ブライダル事業に関してはですね、うん、本当にもう、あのー、まあ、沖縄の方はご存知かもしれないんですけども、全国のですね、やっぱりこういう暖かい、一年を通してね、気温が、まあ、夏に近いような環境での島、うんうん の良さっていうのをですね、僕はもうちょっと発揮していきたいなって、はなんて言うんですかね、発信していきたいなと思ってますね。<ー>うん。ねえ<ー>。やっぱりあの、沖縄海だよねっていうかもしれないですけど、やっぱり緑があっての海なんで、そういったね、将来的にはちょっとツアーガイド的なはい、はい、<ー>役割もできるかなって思ってました。うんうん、いいですね、8匹で。 もう、ですねもちゃうし、ッピーい来ちじゃないですかね、帽子かぶったり、ハッピー来て短パンだったり。いいかもしれない。いいですね、ちょっとね。いいですけどね、もう本当にもう、本当一度でいいから、来ていただきたい。いや本当ですね。そして、もうすぐ、もしかしたら、近々、松栄堂さんのお菓子も、沖縄の方たちにね、 あげていけるなんてこともあるかもしれないですよね。あるかもしれないですね。うん。僕もですね、夏のイベントではあの沖縄のまあ和菓子と言いますか、冷やしぜんざい、ぜんざいってあるんですけども、沖縄の方のぜんざいっていうのはあのこちらの方と違って冷たいやつなんですよ。うん、なるほど。で僕らもですね、夏はですね、うちのあの百十九年の伝統の をですね、ややってるでですすねねたつを氷の上にかけて冷やしぜんざいていうことで、あのこっちの方でそういう夏祭りのイベントとか、なので販売してます。へえ、美味しそうですね。はいしいんですよ、シンプルなんですけど。食べてみたい。ねえ、よかったら今度ぜひ。ぜひぜひ、イベントにもお邪魔したいなと思います。はい、ありがとうございます。そのですね 松江堂さん、それから石垣島のロケーションの、はいえー、サイト、どちらでねあの見ることができますかロケーションフォトに関しましては、ですね、はい、えっとニカ石垣、はい、スペルがですね、はいはい、NIKA ですね、2価石垣と入れると、ですね、はい、サイトが出てきますんで、うんはい、よろしかったらぜひ。はい すごい素敵な写真がね、たくさん載っているサイトですね。はい、いすはい、こちらの方から見はい、省エイさんは。省エイの方はですね、えー、と株式会社省エイっと言っていただけるとですね、はいあの、小田原に実は2店舗あるんですけども、蘇、はい、我の省エイっていうネーミングでやらしてるのが私たちの会社なので、はい、あのお間違いなくそちらの方で。 調べていただけると出てきます。はい。あと今ですね、ネットではですね、ベースの方をちょっと利用させていただいてまして、ベースで通販もやってますんで。うん、あ本当ですか。うんはい、で冷凍品、はい、冷蔵品に関しては、一応全国発送対応でやらせてもらってます。はい。松栄堂さんでね、はい、ググったらあの、たくさんサイト、いろんなところで出てきますので、はい、はい、ぜひぜひ。そうですね のこの小映像ですね。小が、はい、の小映像で。ぜひ、はい、皆さんも、はい、検索してみてください。さあっという間にもうねお別れの時刻が近づいているんですがえこの番組ではですね皆さんにゲストの皆さんにですねおすすめ曲と選んだ理由をね、あのー、お話ししていただいているんですが今日、えー、はや早川さんが、えー、お選びいただいたのが「マルーン5のシュガー はい。はい。そうですね。はい。こちらを選んでいただいた理由はどんな感じですか、はい、これはですね、僕があのー、昔、まあ、当時彼女である、今の奥さんなんですけれども、はいあ、お付き合いしましょうと。はい。言ったときに、僕、このマルーンファイブさんのですね、ライブ連れてったんですよ。うん<ー>。はい。で、まさに生のライブで、これを歌って、はい でそのライブ終わった後にちょっとこういう気持ちが高揚した状態の時に、うん、一緒に、あのーまあ、居酒屋でご飯食べてる時にちょっと告白したんですけども、うんはい、もうその時の頭の中に流れてきた曲もこの曲ではい、はい、僕にとっては結構なんつうんだろうな甘酸っぱいというかまあ、いい年越えてなんですけどいい出、ねいいね、<laughs> のいい曲なんですよ。は,ーいはい よかったら、皆さんも聴いていただいて、はい。そうですね。はい。趣 <laughs>、はい、げの曲、そしてまあ、ね、和菓子と砂糖つながりってとこもあるんですかね。趣旨。ねいね、はい。では、皆さんね、<laughs> マルーン5の「ガーえこちら聴きながらのお別れになります。えーまあ、この番組はですね、FM 技能版で、えー、YouTube 配信でもしてますのでね、ぜひこちらの方、番組終了後で、ね、検索していただくと、あのー、早川さん。 ね出会うこともできると思いますのでぜひ検索してみてください、えー、今日のゲストは和菓子とそして石垣島の事業2課、ね、こちらの石垣ロケーションをされているということで、えー、早川雅人さんにお越しいただきました早川さんありがとうございますありがとうございましたはいそれではまた土曜日の14時30分にお会いしましょう 大人チャレンジ、人生は夢だらけ。お相手はラジオパーソナリティの直さんでした。バイバーイ。ありがとうございます。はい。